監督、今日は都大会2回戦だ。頑張ってこぜ。よし、やってこぜ。内山、石黒、萩原。そうだね。個人的な話は内山くんはね、結構今万能型にしてきてるんで、まあ内山くん結構いいんじゃない？将来、キーマンになるよ。うん。そう、俺は似合うのる。だって内山くん今、うちの3番だもん。ちょっと待って。気のせいだよね。相手のショートに、なんか、あ、待って、なんか4番もなんか変だな。ちょっと待って、ちょっと待って、これはちょっと、これはちょっとやばいんじゃないか？あー、やばいな。あ、これは多分、やばいな。うん、やばいぞ。お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。目指します。第2回戦の模様を。あー、もうやばいわ。一塁側、あー、もうあの顔はやばいわ。三塁側、先行チーム。あー、ダメだ。あの顔はもうダメだわ。拍手に送られて、マウンドに散っていきました。あの顔はダメだわ。第2回戦、プレーボールです。なんだあの4番のこの在関元の攻撃、内山くんの時に思わせといて、ちょっと一回相手の方ちょっと気になってるかちょっと見ていこう。まずは投手からね。杉下くん、おっと、あれ杉下さんいましたっけ。フェンス OB いますいきなり。おっとやばいよ、やばいチームと当たったな。やばいな。次だよね。もう、あの、4番のなんか名前がおかしいもんね。はい、はい、ですよね。ですよね。井端さんですよね。おかしいよね。おかしいよね。2番、米山。3番、土田。ここだよ。ここ抜かせ、こう、ちょっと。一回抜かそう。うん。まあまあまあ、はいはいはい。おーっと。マジ、杉谷だった。マジっすか。マジっすか。あ、そっか、帝京か。あー、マジか。やばいな。転生が、4人いらっしゃるんですか？オーマイガー、やめてください。おー、やめて、いじめないで、おー、やめて、カットー勝てるの俺、2回戦で勝てるの。もう決勝じゃん。王さんいるってもう決勝じゃん、それ。いきまーす。第9投げた。さあさあさあ、まずは見送り。ちょっと待って、ランナーは今誰？石黒か。まあ引っ張ってもらおう。1球目ストライクから第2球打ち上げたね。でっかい花火だ。おっと、こぼした。おお、センターの枝。さすが高校野球。あ、でも取れですよね。そりゃ取られるわ。知ってたわ。やばいな。相手の打線が強力すぎんだけど。いっちゃえば、この杉下。先生。第3球を投げました。おい。狙って。やめて、王さん。王さんやめてください。王さんやめてください。おー、王さん抑えたかい。ノーアウト2塁。ノーアウト2塁。これは送るし、送るか、流すか。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。流す。え、待って、いきなりもう2ゴロ。え、カウントがなんかもいきなり、そういう状態ってあんだ。そういうのあんだ。次は5球目。おー、抜けた。いいね。おーっと、こぼした、帰ってこい。オッケー、いってかした。森タイムリー。オッケーオッケーオッケー。奥田君、君がやってくれると信じて。ヒットエンドランダメだ。ヒットエンドランのも面白いけどね。やっていいのか。まずは様子見で引っ張ってこっか。第9完全にですよね。入れてくるか。第3球を投げました。おい、で次多分入れてくるから、ここで俺はヒットレンドラン行くぜ。さあ4球目、二塁ランナースタート。無理やり打った感じだね。
任せる。さあ5球目打った。いやー今取った1球。お、それた。うーん、アウト。いやー引っ張った方がよかったか。これ流すしかないよな。これ流すしかない。第9城島、城島か入れてくるか。おお、いやータッチアップ。なんであんた出てんだよ。これでツーアウト。タッチアップしてくださいよ。バッターはピッチャー農場は何か起こるか分かんないからね。流し。第9投げた。フォークボール見送ってストライク。さあ次の投球。はい、バッター追い込まれました。お願いしますよ。お願いしますよ。第3球を投げた。オッケーオッケー、よく見た。ボール。まあ点数を見たら仕方ないよな。投げた。わーい、取ってアウト。わーい、1点も取れなかった。うわー、2点追加された。ねえ、大変よ。王さんとかダメだよ。だから次はもう点数多すぎだよ。転がす。第9投げた。内山くんならいける。俺は信じてる。まずは見送りました。多分次ボール球かな。投げました。低めストライク。バッター追い込まれました。さあどうする。第3球を投げました。おい、入ったかと思った。俺入ったかと思ったよ普通に。次は4球目投げました。きた。おーマイガー。掴んでこれで3アウトになります。いやー厳しいな。守備やらせてもらえねえな。全然守備やらせてもらえない。青抜きくん、ここはもう行った方がいいな。そろそろバッターは2年生大抜き。ここで取らないと多分終わる。でランナーが萩原くんか。まあ流すしかないよな。第9初球を打ちました。さあどうだ。セカンドゲッツはない。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。大抜きくんは足どうだっけ。F か、そっか F だ。あいつミートか、ミート全振りか。あと石黒くんがミートか。転がす、転がすしかないか。おお、フォーク持ってんか。厄介だね。さあ次の投球外角ギリギリ。てかうちの菅原くんが全然機能しないんだね。投げました。機能しないってか、まあそうだね、一人こぐ奮闘じゃ意味ないもんな。やっぱちょっとな、相手の絶対的エースは無理だな。お、抜けた。いいよいいよ、いい当たりだよ。オッケー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 。ナイスラン、ナイスラン。セカンドから三塁送球。オッケーオッケーオッケー。内山初安打。これは行った方がいいな。さあ持ち前の回転前提に出てきました。難しいんだよなこれ、本当難しいんだよな。流すか引っ張るか、これ変わるんだよな。でも流して抜けた覚えがないんだよね。試しがない。ここはそうだね、そうだね。今まで打席はね、ショートフライ、サードゴロで流してダメだったから引っ張るしかないね。ここは頑張れ頑張れ。相手も90球だ。初球ストライク。結構スタミナ削れてる。球威もなくなってるはずだ。そこを叩け、叩くんだ。つなげ、緩急か。バッター追い込まれました。ここでつなげば菅原くんだ。第4球を投げた。抜けた。よっしゃー、1、2塁間があんなだ。これ来た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 。ここで一発出れば同点だ。ここで一発出れば同点だ。不調かい、不調かい。でもこれはもう持ち前の熱血が力を発揮する。もう多分回ってこないよ。お願いします。第9お願いします。135だよ、打てるよ。お前なら打てる。一発かませ。積極だよね。第3球を投げた。オッケー。お前はどうだ、お前は神なのか、お前は神なのか。お前は神だった。菅原お前は神だったのだ。しゃー、マジ菅原さまさまだよ。マジかよ、菅原やるな。お、7回裏守備きた。ワンアウト2塁。おー、これはまさか王さんが出てんじゃないかな。あ、見れないんだ。マウンド上ピッチャーは宮内。宮内に変わってんか。ラッキーボーイで行くしかないかな。
どうかな、まあ、ない。外野前進してこないといけないね。で、宮内速球中心の緩急重視で行こう。オッケー、取った。オッケー。あ、王さん倒れたみたいだね。塩原。さあさあさあ。内角中心って行きたいところだけど、まあ、ここは、そうだね。長打警戒。結構打たれない。左右どっちも打たれてんな。まあ、外野前進しとこう。速球中心。まずは内角中心。さあ外野は浅めの守備位置に変更。押し上げた。おっしゃ。ナイスだ。よし。これでスリーアウト。先行チーム。ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。怖えよ。さあ8回表。ノーアウト一塁。これは送るしかない。送るしかないんじゃないか。一塁という場面で、バッターは1年生ジョージマン。今日は転がす。そうだね。積極的に流してもらおうか。いや転がす5。マジか。投げました。おお、待って、杉下くんまだ投げんだ。第2球投げました。いやばいな。お願いしますよ。第3球を投げました。お、よく見た、よく見た。頑張れ頑張れ。第4球を投げました。打ちました。打球抜けないか。守備がうまい。フォースアウト。お、8回元の攻撃まだ続いてる。出たんか。誰が、誰だっけ。あ、宮内くんが打てた。すごいな、やるな、これ。いや、そうだね、次も延長あるけどな。萩原くんキャッチャーだしな。そうだね、ここで終わりにして、次も代打で、代打いる。あ、もう使った。え、使った、マジか。次回ってこないだろうな。ここで熱血使うか。とするとパワーだよね。それはもうちょっとワンチャン狙っちゃうか。ワンチャン狙うよ。第9投げました。直球ストライク。頑張れ頑張れ。第2球外。オッケーオッケー。お前は将来のパワーヒッターや。いける。第3球を投げた。おおおお、垣間見えた。おお、いけるよ。投げた。OK、よく見た。さあ、平行カウントだ。さあ、どうする。さあ、投球は5球目。ちょっとバットの先だったね。惜しい惜しい。いや、ここだな。ここを抑えれば、まだ見える。OK、抑えた、抜いた、抑えた。大貫くん、いい打順だ、先頭だ。こりゃ、いけるぞ。引っ張ってこうぜ。相手もね、まだ相手1年じゃん。いけるって、いけるって。3回戦見てきたよ、初の。いつもいつも1回戦勝って2回戦に負けるっていう同じ繰り返しだったか。3年目で、3年目やっぱり、1年目は初戦、2年目は2回戦、そして3年目は3戦目、3回戦までいけるのか。頑張ってくれ、大貫。投げました。大抜き、大抜き。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年生。菅原まで回すよ、何かある。さあ、究極の思考が解き放たれることになるか。最後ね、分かんないんだよ。投げた。うわ。空振り三振。バッターは1年生、内山。もう行っちゃうか、ワンチャン狙おうか。一発狙ってくれ、お願いします。投げた。おおおおおおお、わあ、惜しい。いい値だった。あー、でもここやばいな。4番山が山場だな。最後の最後で王さんと当たったよ。宮内くん頑張ってるね。外角中心。あー、外角中心だったかダメだったか。いや、間に合う。あっぶねー、あっぶねー、あっぶねー。相手引っ張ってるか。うわ、ホームラン打ってんだ。追い込んだぞ、追い込んだぞ。得意のスクリューか。投げました。打った。打ちと、あー、落ちちゃうな。ここで王さんか。いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。あー、歩かされてる。さすが、さすが四球王。ラッキーボーイだ。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。ゲッツー、速球中心。いや、やっぱり王さんはね、内角得意なんだよな。
ここは外角中心だ。さあここはゲッツー体勢を取ります。ああやだその目怖い。でも1割クブかクブか。うわーなんだなんじゃそりゃ。その打球なんだなんだその投げかなんだ。先行チームさよならのピンチとなりました。宮橋くん、いやーちょっといねえなー。ちょっとどうするのこれ。先行チーム、もう宮内くんお前すべてにかける。ここ先行チーム、これもすべてをかけるよ。先行チーム、オッケーオッケーオッケー。ワンブリだ。速球ゲッツー。いやーそっかー、打たせて取れば5だよ。どうするどうする俺。さあここはゲッツーシフトを敷きます。そうだよなもうゲッツー狙うしかないから絶対だもん相手。やばいなー、ストライク入れろって言ってストライク入んないのはちょっとなかなか怖いよ。オッケー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 。まずは一つまずは一つ。えなも惜しかったな。ここで0割男、打率0割男、0割いらしますよ。第9おっきゃよっしゃよし、あっぶねえあっぶねえ。2塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。首の皮一つ繋がった。5対5怖いな。本当王さんが怖かったよ。あの後になんだピュンで。ここはなんとかルイに出たい。もうね、俺はもうこの神に捧げるすべて。いやさいやうんあ、うん、引っ張ってくれ。この神に捧げる俺は。引っ張り2でも俺は打ってくれると信じる。やっぱ警戒されてんね。いやー怖い。投げた。決まってストライク。あー怖い。ツーシームアンダースローでツーシームえげつな。投げた。打ちました。あーいやいや抜けた。やったやった。菅原あれ菅原ってそういうビクス D ぐらいじゃない？D ぐらいだよね多分。C だった。盗塁ワンチャンできるけどこれはちょっと怖いな。お任せ送りバントだな。ファイト。どうしようかな。送るしかないか。第9初球そう送るそう送るビビった。オッケーオッケーオッケー。ここで送らくんだよ。勝ち越しのチャンスを迎えます。さあさあさあ積極的に引っ張ってもらおうか。信じてるぜ。さあ左投手 C 投げた。初球よし抜けない。気迫を見せましたがここは及びません。でもツーアウト3でラッキーボーイがついてる。ここで来た城島お願いします。ミート積極どうする。標準にするか。身長流しラッキーボーイ。第9初球ラッキーボーイ。第2球投げた流し打ち。うわおそのままベースを踏んで3アウト。得点圏にランナーを送りましたが勝ち越しはなりませんでした。延長10回の表が終わって5対5現在。延長10回の裏府中攻撃に入ります。厳しいぜ。どこ高め投げました。インコース。おお詰まらせた。ダイレクトでボールを掴んでアウト。投げました。抜ける。投げました。インコースのボール右へ。オッケー。うわーいやなんでそれ。おーい。おーい。ビビるな。ここで井端だ。ここで井端だ。いいバッターだけに井端だ。打たせるの？マジで。そうするしかねえか。第9。アウトコース。ボール。大丈夫大丈夫。入れてけ入れてけ。投げました。2球目ストライク。よしよし。第3球をいけるって。どうし追い込んだ追い込んだ追い込んだ。お前は今
転生、転生 OB を相手にしてた。よしナイスだ。あー、いい値だけどね。投げました、打ちました、一塁送球アウト。大丈夫大丈夫、一球まで諦めんな。投げた、打ちました。あー、詰まった、どん詰まり。先行チーム、うーわ、また同じ展開だよ。米山土田、そしておお、あー抜けたやばいぞ。さあノーアウトで、これはもう仕方ないな。先行チーム、精密機械、機械のごとき精密さを発揮することができるか。さあゲッツーシフトを敷きます。初球オッケー、ゲッツーゲッツーゲッツー、よし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 。ランナーなくなりました。さあここでね、王さんかいけるって。投げた、打ちました。オッケーオッケー、なんとか。ベースを踏んでスリーアウト。11回までが終了しまして5対5、同点が続いています。先行チーム、この回かつてね熱い展開、石黒流し、これさもう積極だな。もうバンバンいっちゃえ。打ちました。ダメだダメだ、いや身長の方がいいのか。菅原くん、内山、今日はここまで5打数1安打。てててててどうしようかね、引っ張った方がいいのか。って引っ張ったのに中でダメになってきたな。うーん、任せる。第9、いや、いける。ちょっと待って、ああやっちゃった。投げました、インハイ見送ってストライク。ねちょっとね、慎重になってほしいね、それだけ。第3球を投げました、打った。うわー、慎重に打てって言ったそばから。内山、いい当たりでしたがショート正面でした。これで2アウト、ランナーありません。バッターはさあ、うちの4番、菅原、今日はスリーランホームランを打っています。もうこれにかけるしかないんだ俺は。いや、もう任せる。流しでも引っ張ってもどちらも入ると思う、俺は信じてる。ストライク、まずは見送りました。バットの芯に当てろ。第2球、ただそれだけだ。投げました、来ました、来ました。おっ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 。延長12回の裏、1点を追いかけます。来たぞ、府中攻撃になります。この回先頭バッターは村瀬。先行チーム、このバッターだけは逃がしたくないところ。3回戦進出。いや、まだいい。いや、でもスタミナ上げるしかないか。宮地、行くぜ。速球中心定位置、左下取れ。第9、投げました、ストレート見送ってストライク。オッケーオッケーオッケー、1球目ストライク。オッケー投げました、オッケー、追い込んだ。すばらかみだよ。投げた、オッケー、打ち取った。まず1人、まず1人、よし、まず1人、まず1人。バッターは2年生篠田。いけるいけるいける、いけるいける、中心いけるって。投げた、もう、まずは大丈夫大丈夫、自分を信じろ。第2球、いける、投げた、インコース、いける、お前なら、第3球、お前ならできるって。投げた、そうだ、お前なら抑えられる。第4球は、よし、平行カウントだ。次はここ2年間そう頑張ってきたんだ、大丈夫、お前なら抑えられる。よし、転がってサードアウト、あと1人、あと1つ、あと1つだ。塩原、今日はここまで4打数2安打。もう今までで一番、もう王さん率いるあのチーム勝ったってもう言える。コースお任せ、お前に任せる。第9、投げました、任せる、お前ら、いける。投球これから2球目、見送ってオッケー、追い込んだ、を込めて投げ込みます。いける、いけるぞ、3回戦見えてきた、来たー。
しゃー、先行チーム2回戦突破です。2回戦を見事勝利しました。しゃー、来たー、これぞ下克上や。疲れたよ。いや、もう菅原くん神だよ。いや、もうお前神だよ。やった、勝ったな。いや、恐ろしい化け物か、恐ろしい化け物が誕生したぜこの高校に。菅原くん、てめえやべえぞ。中堅校来た来た。いや、もう菅原やばいよ。いや、もう宮地ほんとお前よく投げ切ったよ。よく0点で投げ切ったよ。ああ、おあ、前評判いいだったの、ね、待って、このあと何、3回戦ないの。ああ、怖かった。怖かった。もうほんと怖かった。もう今回はもう、菅原くん、いや、もう、部員全員を褒めるしかない。ありがとう。3回戦、できたよ。はい。ということで次、3回戦だよ。この青少高校、目指すは甲子園。ぜひ応援してください。それではまた会おうぜ。あれ違うか、あ、優勝したんだ俺。あ、優勝したんだ。あ、なるほどね。あ、優勝したんだ、だから試合がなかったんか。はい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 、秋の都大会優勝したんか、なるほどね。はいはい、ということでちょっとあのねさっきまでの酔いしれてたね、あの一回ね、ちょっと我に返った。なるほどね。あ、優勝したんだ。はい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 、優勝したんか。はい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 、やりました、やりました、やったぜ。おっと、さらになんか秋の都大会で好成績を収めた結果地区大会進出できることになっただと。きたー、来月から行われる地区大会への出場が決定した。やったね。ああ、なるほどなるほどなるほど、ほほほ、なんかすごい変わったね。いやー、いよいよね、青少高校第2章の幕開け的な。いや、こっから這い上がってくんだね。なんかさっきからね、その一回切ったらまた録画し直したの、なんか連続なんだけどね、驚きの連続で。なるほどなるほど、はいはいはい、ちょっとまあこの辺で終わりにしますか。はい、ということでね、次は地区大会1回戦でお会いすることになるんでしょうかね。いやー、ついに青少高校ここまで来ました。次こそはね、夏の甲子園ね、行きたいね。まあでもまだね、都大会、秋の都大会優勝しただけだから、うん、だけだから、まあ、今度はこの地区大会でね、優勝して、そして夏の甲子園、優勝、目指したいね。